あなたにとって働くこととは？平穏だった家族が突然揃って就職活動。転落していくそれぞれの人生。彼らが向かう先にはどんな未来が？就活家族、見どころ。高齢化社会の到来とともに雇用継続年齢が引き上げられていく一方で、終身雇用制の崩壊や非正規雇用の増加など雇用形態の多様化が進み、学生や若者たちの間では仕事に対する意識にも変化が。しかし、未だ肩書きが物を言う風潮にある日本においては、所属する会社名や立場で人を判断しがち。これまでの固定概念と現実とのギャップに苦しむことも少なくない。そんな時代に一石を投じるドラマが今回誕生。人にとって仕事とは何なのか、人はなぜ働くのか、ひいては生きることとはどういうことかを、ユーモラスに、時にミステリアスに問いかけていく。テーマは就職活動、就活。家族全員が揃って就職活動をすることになるというかつてない展開に陥った家族によるジェットコースターホームドラマ。父は大手企業の人事部長、母は私立中学の国語教師、宝飾メーカーに就職した娘と就職活動中の息子。平穏に見えていた家族がふとしたきっかけで崩壊し始める。一旦狂い始めた歯車は歯止めが効くことなく、次第にあらぬ方向へと向かっていく。突然生活が一変したエリートサラリーマンの運命は